おはようございます。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。おっと、石をもらえますね。ということで型のジャック、前走ですね、 WBC ターフ、2着と、なかなか WBC 勝てないです。まあ、G1 は4勝してるんでなかなかの実績だと思うんですが、まあ、デビュー戦新馬戦が 1.0 倍だったんですが、まあそのそこまでの凄みは出てないかなと思います。で、今4月1週なので春の天皇賞取れるんじゃないかなと思います。今回はこの春の天皇賞にチャレンジしたいと思います。はい、では調教からやっていきます。今ベスト体重が484キロですね。人参なんで、そうだ、こういう時ケーキ使えばいいんだ。ケーキすごいな、ショートケーキの数すごいな。ショートケーキ売れないかな。ケーキばっかり食べたくはないけどな。瞬発力か。まあこれでしょうね。人参ですね。まあ使える限り使っていきます。少々微妙ではありますね。5月の1週ですね。メジロブライト、ステイゴールド、シルクジャスティス。そんなに強いメンバーではないな。武豊乗ってくれるんだ。じゃあ乗せましょう。調子を上げないといけません。あれ、調子そんなに上がらないな。クエスト達成、やったね。ねえねえ、スピード勝負根性両方稼ぎます。人参ですね。嬉しいか？よしよし。さあ、いよいよ天皇賞です。調子はどうかな。あんまり良くないな。これかな。そしてこれでベスト体重のはず。いい勝負できそうですね。ちょっとメンバー軽いし、距離適正も3000まであるっていうのは珍しいんで期待はできそうですね。チャレンジしたいと思います。一番人気でしょうね。うん、そうですね。やはり 1.2 倍。
やはりグリグリですね。ステイゴールドの副賞ってどれぐらいつくんだろうか。ここオッズが表示されるようになればいいんですけどね。オッズは別に見ないといけない。そんなに副賞つくんだ。でも多分買うと下がるんだろうな。あ、下がらないんだ。まあ下がらないほど売れてるとも言える。2327も買いましょう。327。あとマイネルブリッジもついてるけど、さてどうかな。またシルクジャスティスあたりか。ローゼンカバリーとか。これも50枚ぐらいかな。で、マイネルブリッジ、あんまりこれは信用できないですけどね。マイネルブリッジは25か。20枚ぐらいでいいだろう。あとシルクジャスティスか。が30枚。これで450枚投入しちゃいましたね。どれか来てくれるといいんですが。さあ、かなり馬券としては枚数を投入した天皇賞春、果たしてうまく来てくれるんでしょうか。おーっと、京都競馬場名物スワンですね。ファンドリリブリアが行きました。11番ファンドリリブリアが先手を取りました。大和王州1番ローゼンカバリー、それからシグナスヒーロー、ステイゴールド、黒い帽子、優勢トップラン、シルクジャスティスがあれですね、後ろですが、メジロブライトと今カタノジャックは並んでますね。まあまあの位置、もうちょっと後ろでもいいかな。まあ悪くないでしょう。さあ、1周目の第4コーナー。ステイゴールド結構前いますね。あ、まあでもそんなに変わらないです。片尾ジャックやメジオブライトと。後ろサンデー、こんなに後ろにいる馬だったっけ。先頭は依然として11番バンドリリブリア、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それさあこれで半分終わりました。それからもう1頭ローゼンカバリー、そしてその後ろからシグナスヒーロー、7番ステイゴールド、さあ向こう流しに入りました。そのうちからは3番メジロブライト、これが怪物と噂されている注目の肩の怪物ですね。外から1頭10番天神将軍、そしてうちからは5番マイネルブリッジ、その外石のサンデー、ちょっと離れて12番シルクジャスティスであります。そのうち優勢トップラン、さあこれから坂を下る、坂を下る、さあ3コーナーへ展開されています。11番バンドリリブリアがレースを引っ張るようになりました。800切りました。大和欧州がそうそうでしょうかね、仕掛けどころって。まだ動かないです。ん？スタミナ切れ？下がってるぞ逆に。おいおいおい。メジオブライト上がってきた。案外伸びない。
中を割ろうとするが2着まで届くのか、これ。メジロブライトですね。負けました。負けました。やはり、生粋のステイヤーにはかなわないのかな。馬券は当てたんですけどね。まあそれでも 2.8 倍なので、逆に赤が出るぐらいだったか。まあ高塚は提案されるでしょうね。間がないですよね。さて、確かに宝塚おすすめではあるんですが、うん、キングジョージがあるや。キングジョージはまだ取ってないのか。休養を考えたらキングジョージの方が合ってそうな気はします。じゃあ次回キングジョージに、行かせてみましょう。というわけで、案外。パッとしないというかですね、まあやはり距離適正って結構厳格なのかもしれないですね。まあそこまでの力が意外とあるわけでもないんで、まあもう少し G1 なので様子を見ながらやっていきたいというか、ちょっと気落ちしてますね。うん。まあ、次のキングジョージは頑張りたいと思う。まあ、勝ってほしいと思います。はい。というわけで、天皇賞春をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録を募集しております。動画タイトルを右側にチャンネル登録者数が書いています。そちらのボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見て、アクセスしてください。最後20秒に流れます関連動画プレイリストの、リンク、そちらの方も画面に出ます。アクセスしていただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。